おふれがき修正とは、江戸幕府が出したおふれがきをまとめた法令集のこと。江戸時代を通じて4回にわたって作成された。ただし、当時は正式な呼称はなく、おふれがき修正の名称は、昭和9年に岩波書店から刊行した際に編纂にあたった石井良介、高柳新義三らが命名した。官報二年七月に、老中、松平の里が、大目付、 目付、表有ひつくみ頭に対して、江戸幕府創設以来のお触れ書きの書き抜きの表情書、お定め書きお用係への提出を求めたことに由来する。これを受けて、幕府の法制度が整備された、慶長20年以後、官報3年までの129年間に出された、五条目、考察、お触れ書きのうち3550通を、主題ごとに分類、整理を行った上で、 延鏡元年11月に完成、将軍のもとに、これを収めた、一箱及び控え箱一箱が提出された。なお巻一には、延鏡元年のものが一通含まれているが、これは返纂後の追加であると思われる。翌年一部が肯定された。続いて、法暦十年には、延鏡元年から法暦十年までの十七年分二千六十通に、対して、同様の整理が行われた。 これらは提出先が表情書内に設置されたお定め書きを用がかり宛てに提出されており、また完成した修正は御用部屋と表情書に一部ずつ備え付けられていたことから、くじ方お定め書きの保管的な役割を持っていたと考えられている。その後、天明7年に法歴11年から天明7年までの27年分3020通、天保12年には、 天明8年から天保8年までの50年間6,607通が追加された。さらに、安政元年には天保9年以後の文の編算が行われたが未完に終わった。以上の3回はいずれも新将軍の三をはじめおきに行われており、三をはじめの申請に合わせて編算が行われたと考えられている。明治以後は旧幕府引き継ぎ書類などの形で、 東京府に継承された。その後、前述のように、おふれがき修正と呼ばれ、4回の編参部分を、編参開始の年代ごとに、官方修正、法歴修正、天命修正、天報修正と呼称された。なお、戦後になって、石井良介、福藤博士らによって、天保9年以後の法令収集が行われた、幕末おふれがき修正が刊行されている。 ありがとうございます。